プラプラバキ、プラプラバキ。どうしてあなたはいつもこんなやり方しかできないのですか、ドクターを。早く。あ、はい。なんということだ。私は格闘士としてのあなたを認め尊敬します。しかしあなたは人の痛みというものがまるで分かっていない。僕はあなたのそういうところが大嫌いだ。お望みなら今ここで痛みというものを分からせてあげましょうか。三成よ、こいつは天内優、俺のお墨付きだ。こいつをこのトーナメントに送り込む。半間裕次郎が連れてきた男、しかも不意打ちとはいえ、あのオーガに平手打ちを食らわせた君に興味が湧いた。よろしい、君のトーナメント参加を許可しよう。ありがとうございます。百個の方角暴走集団の隊長、喧嘩無敗を豪語する千葉千春だ。あの伝説の横浜百人斬りの時の紅の特服す、あれが幻の特攻服、歴代横浜最強の者のみが袖を通すことを許されるという血と汗が染み込んだど根性の赤だ。対しまして青龍の方角、全日本柔道期待の星、畑中康平。おい柔道や、本間もんの対魔見せてやっからよ。ほら小の入れてかかってこいや、でねえとぶち殺すぞ。ほら始め。あら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 、知らぬ蹴り、しかし素人丸出し、おっと背負って投げた。おっと芝受け身を取れない、いやあえて取らなかったのか。なんでどなもんか、いよおい、もうしねえか。あ、ねえんだよ、おめえは。ちはるさん、おっさん、畑中が芝の左腕を破壊した。芝くん、その辺にしておけ。これ以上続けると辛いことになるぞ。あんだと、おら。これからの俺の攻撃は左腕に集中するぞ。さらには残った右腕もへし折るつもりだ。これでもまだやるのか。これは試合放棄か。千春さん、笑顔おめえら、今から本当のタイマンってやつを教えてやる。よーく、あれよ、手間省いてやったぜ。こんなもんでどうだ。おい、右腕もへし折りてんだったな。あったら、なんと芝の顔面が畑中の脳天にヒット。
張れ、おめえ。うわフラフラしてんじゃ。うわの対決制したのは隊長柴千春だ。おっと背中の彫り物はなんと三つ首のドラゴンだ。背負ってるもんが違うんだ。おら大丈夫かいお嬢さん。女の子には刺激が強すぎるからな。この人は確かジャック。君はバキハンマのガールフレンドかい。彼は素晴らしいファイターだ。そして澄んだ美しい目をしている。とてもいい目だ。バキハンマー、やる気かてめえ。バキ君、君が決勝で戦う姿見たい。なぜだ、なんであんな真似を。ただいまより1回戦第11試合マイク・クイン対三崎健吾戦を行います。あっ、なんとここでハンマ裕次郎が現れた。ハンマ裕次郎ってチャンピオンハンマーバキの親父だろ。ああ、史上最強の生物別名オーガ。この人がバキ君のお父さん。はじめ、少林寺拳法がついに他流試合のメッカ地下闘技場へ降臨。対するはアメリカンプロレス。どういった試合になるのでしょうか。もう裕次郎、いくらお前でもこの大会の優勝者は予想できまい。優勝者は決まってるぜ、 100% な。なんじゃと。少林寺の実力か。三崎健吾圧勝。骨は折っていませんし、関節も外れる手前で止めておきました。5分もすれば元通りになります。What? これが少林寺拳法というものです。綺麗な戦いっぷりじゃのう裕次郎。お、裕次郎。おい、あれ、ムエタイ五冠王のチャモアンだろ。立ち技中量級最強と言われた、あのチャモアンだぜ。じゃあ、そのチャモアンを指2本で子供扱いしてるあいつは、一体誰なんだよ。ど
どうした、ムエタイ五感王、もう少し遊びに付き合ってくれよ。退屈な試合ばかりなんだ。そろそろフィニッシュだ。ちょっと食い足りねえな。最後の試合まで持ちあれいいんだから。お待たせいたしました。1回戦第12試合 C ブロック第4戦、セルジオ・シルバ対ジャック・ハンマー戦を行います。